マッサージのファン氏です。今回の動画も韓国留学に関する動画になります。前回の動画で話があったと思うんですけど、留学初日にある韓国提携しているスタジオでのレベルテストについての動画です。まず、アカデミーにつきまして相談室があるんですけど、ちょっとした挨拶を交わしてからスタジオがですね、建物の3階と4階を使ってるんですけど、私が直接案内した日は4階でダンス、3階でボーカルのレベルチェックが行われました。内容はオーディションと似てます。1分前後でちょっと見てもらって、院長先生が携帯にメモしながら、今のこの人の状況とこれからの改善点、フィードバックですね、あとオーディションはこういう風に準備していきましょうっていうアドバイスとかをこう話してくれるっていう感じです。院長先生とても親切で素敵な方なんですけど、やっぱりこうチェックが始まるとちょっとやっぱり空気が全然変わりますスイッチが入るんでしょうね。すごい集中して見てくださってるなっていうのは実感しました。現地で、もちろん韓国式なので、韓国のアカデミーのフィードバックとか、そのアドバイスとかも結構、かなりズバズバとこう話してくれるっていう感じです。すごいざっくりとした言い方だったんですけど、全体的にさすがなんかこう本場だけあってっていうのはすごい感じました。ダンスは日本人の方もすごく上手なので、そこまで言われること負担ないんですけど、ボーカルがやっぱちょっと苦手な方が多くて、その時もボーカルに関する話がちょっと多かったです。相談室の隣がですね、ボーカルルームだったんですけど、本当に現地の生徒さんでしょうね、黒人の方が歌ってるんじゃないかなってぐらいすごく上手だったので、ちょっとびっくりしました。やっぱり韓国は特にボーカルがすごく強いなと思いました。オーディションに特化した、留学院を運営してます。ビザなしの短期、ビザありの長期とかも扱ってます。ホームページに今までの利用者の口コミとかいろんな資料が掲載されてますので、よかったらご覧ください。ファンシースタジオの YouTube もチャンネル登録、いいね、コメントなどよろしくお願いします。ではまたね。